合気道にとって受け身は大変重要な役割を果たします。稽古の半分は受け身の時間です。受け身がおろそかになってしまうと稽古の半分の時間が無駄になってしまいます。はい、回っていきます。体重が乗ったら頭を入れてまっすぐに柔らかくと正確に受け身を取ることができないです。ながら受け身を上に倒して肩の線を